おはようございます。4月8日、モーニングショットをお届けしたいと思います。本日、ドル円でございますが、151円50割れ、4535押し目の買いで、151円15ストップ、151円の7585の利食いのイメージを作りました。本日は、ドル円クロス円、差し値はいたしません。ユーロドル 1.08、4555の戻り売りから 1.0880 ストップ、1.079080 利食い。ユーロ円164の4050売りから164の80ストップ、164円ちょうど163の90利食い。ポンド円191円6575の売りから192円ちょうどストップ、191円2010利食い。タイドル 1.263545 売り 1.2655 ストップ、 1.26 ちょうど 1.2590 利食い。オージー円99の8595売りから100円の20ストップ、99円2010利食い。タイドル 0.658595 売り 0.6620 ストップ、 0.655040 利食い。ニュージー円91円3545売り91円70ストップ、90円の9080利食い。タイドルは 0.602030 売り 0.6050 ストップ、0.59 の9080利食いのイメージを作っております。ドル円がじわじわと今151円の811まで、上がりまして、なかなかここから先ちょっと買いも仕掛けにくいですといって、売るんであれば151円の70台前半とかだったらまだ売れるんですけど、151円のちょっと80台とかはちょっと売れずに、といって買うこともできないんで、ちょっとしばらくここはちょっと様子見になっちゃいますね。152円、今週もしかすると突破して、上に跳ね上がり、ストップつけて跳ね上がって、介入が出てきて乱高下という可能性も当然ございます。アメリカの長期金利の動向には非常に注意をしたいと、そのように考えております。なかなか難しいオペレーションでございますが、何かお取引ございますようでしたらぜひお待ち申し上げております。よろしくどうぞお願いします。本日のモーニングショットこれで終了です。